乱闘とは、明確な敵対意識を持った人間同士が生体した形ではなく、入り乱れた様相を呈しながら戦うことを指す言葉で、ある。乱闘は、もっぱらあまり組織化されていない、集団同士による劇場的な敵対意識の結果であることが多い。戦闘の意図及び方針が明確な場合には、乱闘になることは稀である。中世以前の戦争においては、 戦闘集団が必ずしも十分に組織化されておらず、また武器も刀剣が主であったため、敵味方の集団が入り乱れた状態で個別の切り合いが起きるなど乱闘的な戦闘行動がしばしば起きたと考えられている。一方、近世以降は世界各地で組織化された軍隊が登場し、また離れた場所から相手を殺傷できる重砲が戦争の主流となったため、乱闘は 白兵戦などの偶発的なものにとどまるようになった。国家レベルではない集団同士の構想においては、現代においても素で、もしくは刀剣が用いられることが多く、乱闘の形態となることがしばしばある。ただし、特に先進国においては、警察力の増大や教育の浸透により、こうした構想自体が表だった形では発生しにくくなっている。現代において、 公の形で乱闘が見られるものが、スポーツ分野である。スポーツは体及び知識を競うゲームではあるが、特に身体接触の激しいスポーツでは、痛みや恐怖を伴うため、必然的に試合の相手に対する劇場を生み出しやすい性質を持つ。ただし、競技規則の範疇であれば、たとえ対戦相手同士が入り乱れた状態になっていたとしても、乱闘とは呼ばない。 スポーツで一般に乱闘と呼ばれるものは規則外の行動によるものであるため乱闘を引き起こした当事者が処分されたりすることも多い。乱闘の様子野球においては投手が投げた子球もしくは危険球に対して打者が痛みや危険を感じた結果として打者が投手に向かって劇場を伴った G 行動に出ることがある。この際、打者のチームメイトは火星、または防御。 当主のチームメイトは防御を主な目的として行動に加わることで乱闘状態になる。同様にクロスプレーから乱闘が発生することがある。また審判の判定に選手や監督などが激行した場合など上記のいずれにも当てはまらないその他の理由から乱闘が生じるケースもある。そのため審判員が時として乱闘の標的になるケースもまあまある。ただし、 乱闘に参加する選手は、バットやボールなどの狂気は使ってはいけない等の不分率がある。また、非常に激昂した当事者を除き、殴る蹴るなどの直接的な暴力行為を行うことは、極めて稀で、睨み合いもしくは、素手でのつかみ合いや、こっつき合い程度に止まることが大半である。これは、乱闘自体に、こんな危険なプレーをされて、俺は怒っているんだぞ。 という自意的な意味合いが強く、相手の負傷までは望んでいないためと思われる。例外としては、江本喜八が乱闘中に、相手チームの選手に、バットで殴られて負傷した事件や1989年9月23日の、西武ライオンズ対、ロッテオリオンズ戦で、西武の清原和弘が、死急に激怒して、ロッテの平沼正田春投手にバットを投げつけ、 これに激怒した平沼が応戦したところにヒップアタックをした事件がある。また、巨人のバルビーのガルベス投手は判定に不満を示して退場となった時に当たりはしなかったが審判に向かってボールを投げつけ当該審判員も激怒して一触即発状態になり問題になった。詳細は彼のリンクを参照。メジャーリーグや 日本プロ野球においては乱闘への参加はチームメイトとして当然の行動であるという不分律が存在すると言われていて不参加者には罰金などの懲罰が課せられるとも言われている。中日ドラゴンズ、阪神タイガース、東北楽天ゴールデンイーグルスで監督を務めた星野千一は乱闘を止める役割でもいいから出てこいと指示していたと語っている。また、星野が 中日で監督を務めた時に在籍していた岩本義弘や小松崎義久のように戦力としてではなく乱闘要員としてベンチ入りしているとまで噂された選手も存在した。さらにファンにもこの種の乱闘を興行の一要素として許容する層があり、乱闘の最中に観客や応援団が声援を送ったり楽器を演奏することもある。プロ野球チンプレイ。 高プレー対象系のテレビ番組では、乱闘信号をまとめた特集が組まれることが定番となっている。しかし乱闘の結果、殴られたり突き飛ばされた選手が負傷したり、殴った選手が指や手を骨折して、選手生命を縮めるケースもあり、基本的に乱闘は称賛できる行為とは言い難い。近年はこれらのリスクに加え、乱闘の原因となる死休数の減少。 国際試合や交流戦等による他、球団選手同士の交流が増えたため、乱闘は少なくなっている。以下のように、プロ野球では、乱闘がきっかけとなり、選手が重傷を負った例もある。なお、日本においては、タフィローズが通算退場14回という日本プロ野球記録を持っている。審判への一方的暴力行為であるため乱闘とは言えないが、 審判が絡んだ件としては、以下の事件が有名である。メジャーリーグでは、審判に対する敬意が払われているため、選手や監督などに直接抗議されることはあったとしても、さっき立つ監督やコーチに取り囲まれるような事態はまず、あり得ず、ましてこいの暴力行為は論外であり、しばしばその違いが物議をかもす。1997年6月5日の中日対横浜戦で、 メジャーリーグ参加から派遣されていたマイケル・ディミューロ、審判の判定に対し、大砲や明が抗議した際に胸元をついたり、ベンチから星野監督らが飛び出して、ディミューロを取り囲んだが、その行為に対しディミューロは、自分のアンパイアとしてのキャリアの中で経験したことの、ない恐怖感を覚えたとコメント。翌日セリーグ事務局に辞表を提出した。当初事務局は、遺流に努めていたが、 この一件がアメリカで大きく報じられ、メジャーリーグ機構も日本に審判員を派遣させるメリットがないと判断。セリーグ事務局にディミューロを帰国させるよう要望し、セリーグは辞表を受理した。また、上記の大西隆行の暴行に関して、2000年6月7日の読売ジャイアンツ対阪神タイガースで巨人のダレル、名投手が阪神の和田豊に危険な球を投げ、 退場にはならなかったものの、翌日に出場停止10日、罰金50万円を受けた際、名は、体制への制裁を引き合いに出し、なぜ審判のあばら骨を骨折させたのよりも処分が重いんだと不満を述べた。また、メジャーリーグでは乱闘の中心となった選手だけではなく、暴力行為を行った選手全員に数試合の出場停止処分が与えられる。 過去最多の退場者を出した乱闘は1984年のアトランタブレーブス対サンディエゴパドレス戦で両軍合わせて16人の退場者を出した。近年では2008年6月5日のタンパベイレーズ対ボストンレッドソックス戦で起こった大乱闘において岩村秋典を含め両軍合わせて8選手に3試合から7試合の出場停止処分が下された。一方で 教育的検知を重視する学生野球においては乱闘を起こすことで競技会からの排除や長期の出場禁止、高校野球の本戦では没収試合処分など致命的な処罰につながるためほとんど発生しない。サッカー、ラグビー等のフットボール系競技は競技時間を通して激しい身体接触が続くなど乱闘を引き起こす要因は多い。 こうした状況で乱闘を防止するため、報復行為及び乱闘を起こした選手は即時、退場処分となり、交代選手を出すこともできず、さらに数試合以上の出場停止といった罰則が与えられることが一般的。長期間にわたる出場停止によっては、選手の存在意義を失わせかねないため、乱闘が起きることは稀である。 また、選手の欠場はチームにも重大な影響を与えるため、チームメイトは乱闘への方により、抑制や防御といった行動を取ることが多い。その一例として、フランス W 杯で、イングランド代表のデビット・ベッカムが、対アルゼンチン戦で、ディエゴ・シメオネから受けた、ラフプレーに激怒、報復行為を行ったとして、即時退場となり、母国メディアから、 10人の勇敢なライオンと一人の愚か者とこきおろされるなど先般扱いを受けた。むしろ特にプロサッカーなどにおいては特定チームを支持するファンの思い入れが強くしばしばサポーター同士が競技場内外で乱闘を引き起こすことがある。この熱狂した群衆はフーリガンと呼ばれる。これは常述の死闘の一種であるという見方もある。乱闘するアイスホッケーの選手。 割って入る、審判員アイスホッケーでも乱闘がしばしば見られる。乱闘その他粗暴な行為は、ルール上認められておらず、ペナルティの対象となる。それにもかかわらず、特に、プロリーグなどにおいては、1対1の殴り合いが起こった場合、審判や他の選手は、しばらくの間これを放置することが通常である。ある程度殴り合った後、審判が、 相互の選手に対処5分間のメジャーペナルティを犯すことが多い。この殴り合いにはお互い道具などを使わず、素手で行うといった中は暗黙のルールがある。ゲーム感染者の中には、この1対1の殴り合いをフェアな戦いと喜ぶ者もいれば、暴力に眉を潜める者もいる。複数の選手が入り乱れる乱闘になりそうな気配を、察知した審判は未然に、 これを防止しようと努めるのが一般的である。乱闘は表情にいる選手のみで行われるのが通常でベンチにいた選手が乱闘に加わるとその選手には複数試合の出場停止など重大なペナルティが課されるほかチームに対し罰金などの処分が課される場合もある。実例としてアジアリーグアイスホッケーの日光神戸アイスバックス隊長新富奥の試合において 長春の選手が激高し乱闘になったが、日光神戸の選手は、代表中選手6名のみが乱闘参加に対し、長春はベンチから全ての選手が乱闘に参加してしまい、マッチペナルティを課せられ、それへも抗議したため没収試合にもなっている。バスケットボールにおいても接触が多く、故意に危険なファウルを行う場合があるため、乱闘はそれなりに多い。 NBA スター選手の大半は過去に一度は乱闘を経験していると言っても過言ではない。乱闘が起こった場合、当事者に対して何らかのペナルティの対象となる。加えて、控え選手及びコーチは試合中ベンチから離れることも禁止されており、乱闘に加わるためにコートへ入り退場となることもある。過去に2000年の JBL プレーオフの三菱電機。 トヨタ自動車線において発生した乱闘事件で、三菱の控え選手全員がベンチを離れ乱闘の当事者ともども退場処分となり、没収試合にされた事例がある。2004年11月19日のザッパレス・オブ・オーバーアン・ヒルズでのペーサーズマイナス・ピストンズ戦で、ロガーテストのベンウォーレスに対するファウルを発端として、ファンを巻き込んだ乱闘は、プロスポーツ史上最悪とも言われた。 試合は1分を残して打ち切られ、NBA はアーティストに対してシーズン残り73試合の出場停止をはじめとする処分が下された。B リーグにおいては千葉ジェッツ対アルバルク東京戦でアルバルク選手による挑発がきっかけで乱闘が発生、ベンチから止めに入った千葉の選手も含め退場処分となっている。 その中には怪我のためベンチ登録のみ行っていて、試合に出場はできない状態であった選手2名もベンチから離れたということで処分を受けている。格闘技は概ね個人の対戦であるため、入り乱れるという状況になることが起こり得ない。ただし、プロレスにおけるタックマッチなどにおいて乱闘状態となることがある。リングから降りた場所での攻防が起きることがあり、これを一般に 場外乱闘と呼ぶ。場外乱闘は劇場を原因とすることもあるが、一方で工業的な作為によって引き起こされることもある。試合決着後もどちらか、あるいは双方が攻撃を続けて乱闘になるケースも日常茶飯事的に見られる。また、昭和期のプロレスのリーグ戦、トーナメントでは、開会セレモニーがそのまま乱闘になだれ込むのがお約束で、 倉持高尾などの実況アナウンサーのセレモニーは完全に破壊されました。という声は非常に馴染み深いものであった。1999年1月4日に行われた新日本プロレス東京ドーム大会での橋本深夜対小川直也戦における乱闘は危険な試合内容に激怒したセコンド陣営選手により大乱闘に発展、暴行により 重症者を出すに至り試合自体とともに日本プロレス史に残る事件となった。詳細はジェラルド・ゴルドー、村上和成の項目を参照。例外的なものとしてプロレスのバトルロイヤルは乱闘そのものを試合形式として提供するものと言える。世界中の格闘技の中でも公明正大、厳格な運営で知られる日本ボクシングコミッション管轄下のプロボクシング。 公式試合でもフライ級日本タイトルマッチの判定をめぐり乱闘になったこともあった。また、すでに事実上永久追放されている亀田史郎もたびたび事件を起こしている。議会においては話し合いによって意思決定が行われるのが建前であるが、対立関係にある個人あるいは政党の間で議論が白熱した場合、あるいは 少数政党に不利な形での採決が強行されるような場合などで乱闘に発展することがしばしばある。20世紀終盤から21世紀初頭においても、ロシア、日本、韓国、台湾、インド・ウクライナなどの国会において、揉み合いや物の投げ合いなどといった乱闘行為が起こることがある。特に、韓国国会と台湾議会の激しい乱闘は、通信者を通じて、 世界的に配信されることが多く、広く知られている。警察法改正審議に伴う乱闘国会日本の国会においては、特に強行採決で以下のような乱闘が付随することが多い。まず多数党側が審議打ち切り及び採決発議を叫ぶと、それを合図とするかのように少数党側の議員が議長席あるいは委員長席に押し寄せ暴力により、採決を阻止しようする。 一方、多数党側の議員はそれを暴力で阻止するために、同様に押し寄せ、乱闘の様相を呈する。ただし、乱闘とは言っても、可決宣言を食い止め無効化するのが目的なため、相手に怪我を負わせるようなことは、まずない。また少数党側の行動が、直接的に成果を収めることもほとんどなく、多数党の同義が、通り議案が可決されることになる。 このような与野党間の乱闘に対しては刑事告訴がなされたこともない。そのためこの種の乱闘を与野党の水面下の合意の下のパフォーマンスと見る向きもある。乱闘の中心となった議員に対して懲罰動議が出されるなど乱闘が国会運営の駆け引きに使われる面もある。乱闘に参加できるのは中産それぞれの院自身に属する議員及び 英氏執行の任につく英氏に限るという不分率があり、別の院の議員や議員秘書などが加わると問題化される。また議長は警察官を英氏と同様の任につかせる法的権限を有するが、警察官を乱闘の場に導入すると同様に批判される。通常乱闘は議場で繰り広げられるものだが、野党議員らが本会議での議案の採決を阻止しようとする目的で、 議長が議場に入場するのを実力で阻止しようとし、それに対し与党議員が議長を入場させようとして乱闘になるなど議場外で発生するケースもある。こうした乱闘が繰り広げられた国会は一般に乱闘国会などと揶揄されるが、特に1954年の警察法改正に関わる衆議院本会議が乱闘国会として歴史に名を残している。 またこの時期に乱闘が多発したため巻き込まれる国会職員に対して国会特別手当が支給されるようになり、これは俗に乱闘手当と呼ばれた。政府予算削減の流れと乱闘の減少に伴い、この手当は時代遅れと判断され、2005年度に順次廃止が決定した。韓国の国会では審議をめぐり乱闘劇が繰り広げられることが多く、欧米では有名である。 李明キヒロ韓国大統領は、このような現状を憂慮して、ハンマーやチェーンソーなどを国会に持ち込んだ姿を見た、世界各国の首脳が何と言うだろうかと、議員らに苦言を述べている。この事態を受け、2012年5月に、今まで国会議長による、職権上態での多数与党の一方的な強行処理とこれを阻止するための暴力を防ぐ目的で、国会法が改正され、 国会先進のための法と命名された。国会先進法では、与野党間で意見の食い違いがある法案を本会議に上提する場合、在籍議員5分の3以上が賛成しなければならないと規定された。この法改正の影響で、2014年7月国会では法案処理に至った案件がなく、また続く9月国会では90本に余りの法案を、 成立させる事態となった。ありがとうございます。